フォールアウト76遊んできます。さあ本日はアトムキショップ更新の日ですが、こちらね、春にちなんだアイテム、それは登場したようですね。これはとても雰囲気ですね。でこれの他にもこちらね、フォールアウトファースト限定のサバイバルテントにね、新しいバージョンがあるようで、でこれが再びね、夢の作業台付きということで、今回はこのサバイバルテントを用いて超難しいカスタムワールドでのスカベンジャープレイをね、行いましょうか。作業台付きサバイバルテントは前回ね、戦車風のものがありましたが、それを取り逃してしまった人はもうぜひともね、欲しいアイテムですね。あとはまだフォールアウトファーストはね、加入したことはないが、今回のサバイバルテントは一体ね、どんな使い方ができるんだと気になる方はぜひね、最後までご覧くださいませ。で前回の戦車タイプは結構ね、土台が不自然というか、四角いコンクリートの土台、それが丸見えだったんですが、今回は今までのものと同じタイプならば自然にね、地形に馴染むものになりそうですね。じゃあ早速見てみましょうか。アトミックショップの BGM 変わってますね。ハロウィン仕様かな。あ、これいろいろありそうですがね。まあ、こちらは次回以降ですね。今回は、スペシャルにありましたね。放棄された小屋のサバイバルテント。これか。あ、これはやはり、そのまま地形に馴染むタイプですね。で、すごく見た目いいですね。で、ついてる施設は、あ、これも弾薬作業台なんだ。戦車のものと一緒ですね。いつでも弾を作れる。で、楽器も演奏できるし、料理も作れて、寝られて、倉庫付き。あとはスタッシュボックスがどこにあるという話ですが、本当はこれにつくのかな？まあ、現在不具合でね、なんか変な場所にあるという話ですね。まあ、そちらはいずれ修正されるとのことで、じゃあこちら、早速ね、いただきましょう。これほんと見た目とてもいいね。これ使うの楽しみだな。あとはこれも無料なんですかね。あ、モスマンベッド。これも揃えておきたいな。ちょっと買っておくか、これね。グレーテスヒッツには、ああ、ここら辺も漏れなくおすすめですね。今回着れるんであれば、こちら着ましょうか。フェラルグールの衣装。さあ、カスタムワールド。ダークボグの天候でね。これは今回のサバイバルテントがとても合うんじゃないかな。ライトも白くして、で、全面表示になってますね。やはりこの手の形状だから、ちょっと山中とかね、そこら辺が合うんでしょうね。これに打ってみようかな、とりあえずね。おー、やったー。お、なんだ？変な音がする。これかな？ボンチャムみたいなのが鳴ってますね。これは恐竜の骨かな？それのミニバージョンですね。おそらくね。ああ、完全にほんと、モスマン仕様だね。あれ？スクラップボックス？ここにあるんだ。で、ああ、向きが逆。そういうことか。表裏が逆なんでしょうね。じゃあ位置的には問題ないんですね。で、スタッシュに。これ何これ？なんでもないオブジェクトが。で、ここで弾薬も作れると。ああ、いいですね。楽器はバンジョーか。で、スカベンジャープレイですが、あらゆるものを拾いまくってね。で、アイテムがパンパンになったら、こちらのね、サバイバルテントを好きな場所に展開して、で、この弾薬作業台、ここでね、武器とか鎧を解体し、こちらスクラップボックスに入れるというね、もう物資をね、とことん貯めまくることができる。そういうプレイが可能になりますね。まあ、ジャンクは全部こちらに入るので、このスタッシュ容量、これをね、気にする必要はなくなりますね。で、このゲームはほんとジャンクをね、とことん拾いまくるのがとても面白いんですよ、もう。拾わないのがね、むしろストレスになるくらい、それくらい面白いです。で、今回入手したジャンクで何を行うかですが、まあ、やはり一つの用途としては、キャンプ作成ですよね。まあ、なので次回は、アトミックショップの新しいアイテム、それでね、この世界に、キャンプ建築を行いましょうか。で、建築に問題があるとすれば、コンクリートでしょうね。今どれくらい持ってるんだ？コンクリート編44か。あまりあるとは言いませんね。木材はまあそこそこありますね。どこでも拾えるから。まあなので、今回コンクリートをいろいろ探ってみますか？どこでたくさん集まるかですが、まあどこでもある程度あるんでしょうね。とはいえ、たくさん集められる場所はないのかな？まあとりあえずありそうな場所をひたすら回ってみましょうか。まあとりあえずメインクエストを進めながらね、スカベンジプレイを行っていきましょうか。とりあえず現在持ってる武器の確認ですが、10ミリピストルにサプレッサーマチェット、あとハンティングライフルか、使ってるのは。火炎瓶は、この弾薬作業台。ここで作れますね。何個作れるかな？とりあえず10個ぐらいでいいかな？今はオイルがちょっと減ってきましたね。まあ、これもね、スカベンジプレイで、どんどん集めることができますからね。
名前はフェラルグールかな。これだ。この洋服がまたね、面白いんだよな。こちらに着替えると、おー、こんな感じだ。イエーイ。とてもボルドボーに似合ってますね。あ、モスマンがいるぞ。あのモスマンは、逃げるタイプかな。あー、フロータがいる。あそこもちょっと寄れないな。単体ならやれるか。モスマン飛んでった。ああ、眩しい。綺麗だ。それこいつは近づいてくる。あ、やれないことない。よかったよかった。普通ってやれましたね。じゃあこの場所には、あ、いきなり、石鹸がこう大量にありますね。これは一つ、1オイルですね。一応拾ったジャンクは、すかさずね、スクラップボックス。こちらに入れていきましょう。これは重たいですからね。これがシリンジで、これはスーパー薬物か。まずアイボット倒したいが、あら、プロテクトのが2体現れた。カビ投げよう。投擲。2体ではなかったが、やりましたね。まだ遠くにいるか。あそこにいるっぽいが、ハンティングライフルなら、そこそこやるでしょう。あー、まだ2体いる？あー、あれ、あいつ、なんだ？二刀流。すごい。2発撃ってくる。足あれだ。打ち合いで勝てる気がしない。うわー！神だ。いや、2体いるか、やっぱり。いや、これはぼやけてるだけだ。なんだ、なんだ？当たったのか、今。そう、サバイバルシンジ。あー、外しましたね、神。なんだ、あいつ。すげえ強いよ。二刀打ち。こんな敵いるのか。あと10ミリで撃ってと。よし、倒した。強敵だしね、いきなり。物資を回収していこう。もういないか。こちら目標ですが。敵は全部倒していきますか。容赦なくね。ん？これは。なんかのイベントか？モールラットに。ソリですね、これね。しかし周りには、これじゃ何もなさそうだけど。あ、ちょ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 。ソリにはまった。ソリが。ああ。ちょっと待って待って待って。ああ、なんでこのソリ。罠ソリだ。動けない。逃げらんないぞ。どうすりゃいいんだ。ああ、だぜー。なんだよ、このソリ。こんなんないよ。ジャンプもできない。ちくしょー。サバイバルテント。ここにファストトラベルしよう。こういう使い方もできます。コーションだが、お構いなし撃っていく。230ダメージ。一発デンジャー。あっと、あんなところになんだ。タルトあったのか。傷がなかった。離れよう。あそこにいるっぽいな。見えないが撃つ。あと一発。最低倒して、チャレンジ完了。レベルが上がりましたね。とりあえずライフルマン。これを取っていきましょう。あそこにいる。あれやれそうだけど、発射な。おら、いいぞ。250ダメージ。いいの入った。そう、地面にペチッと。あそこに一体いる。頭を打ちたいが入らない。あともちょい。なんとかコーション。ふっ。倒した。あ、デンジャー。見つかったか。いや、超難しいモードだったと。ここを攻略するのもね、一苦労ですね。でも、やりがいがすごいある。あれっと。ヘッドショット。ああ、母さんは。やつは怯えている。ああ、どこにいるんだ、しょ、倒した。すぐそばにいますが、撃て。おっとっとっと。もうちょい。よし、しょ、デンジャー。相手を回収。こういう場所にはね、よくセメント袋、それがあるんですけど。今んとこないね。入ってみるか？敵はどうだ？いたような気がするけどね、ここには。いませんね。ここはジャンクが多少ありますね。何やってんだあいつ。動き怪しいな。ヘッドショット。おお、スライドしながら、壁の向こうに、消えそうで消えない。おら！あと一発。上から撃たれてるが、あいつを先に倒したい。
よっしゃよっしゃ、電池はしかし。あの上のやつ厄介だ。厄介だが、これで内部はね、ゆっくり探れるでしょう。あ、セメント発見した。これだよこれ、欲しかったのはね。さあ、ここのボス部屋、内部セルね。あそこも結構ジャンクあるんじゃないかな。セメント袋とかもね、あるかもしれない。パーマもちゃんと解体すれば、ジャンクになりますね。あそこに行ったリオだが、あれか。あっと動き始めたよ。警戒中。頭打っていく。見つかった。打ってやれるか。うわぁ、カビ。危ない危ない、シュッパック。一回対して。目の前に、危ない。うわぁ、撃て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 。やられる前にやった。サバイバルシンジ、上から撃たれてるけど、まず回収。あれ寝てるよ一人。これ、生きてる。ああ、生きてる。撃てば、大ダメージだ。やったね。まだ寝てるやついるかもしれませんね、これは。過去作の場合、ミスターサンドマンのパークをね、持っていれば、寝てるやつをね、一撃で倒せましたね。ミスターサンドマンは、もともとそういうパークカードでしたが。残りがまだ、ウニマスが、狙ってる？当たった！大ダメージ入った！コーション！近いぞ。撃て、一気に。まだ。三択でいいな、これは。おっと、弾切れ。まず、こいつを、倒してと。サーバーバルテントを展開して。ここで解体するぞ。そして、スクラップボックス。結構溜まってますね。よし、いいの決まった。デンジャー。撃ち合いだ。あーっと。しゃがむか。やつも、ライフルのようですね。へい。どうしたきさま。当たらんぞ。いや、寄られるとまずい。よし、倒した。テントで、ここで解体していく。さあ、サプルさ、来い。来ない。なかなか来ない。ショットガンでもいいよ。そしてさらにスクラップ。これ使おう。おら、いいぞ。あ、なかなか効く。暗殺者だからね。結構効きますね。見えない。おら、いいぞ。ああ、効く。あ、まだ、そういえば上にもいた。忘れていた。スナイパーの存在よ。この場所も、真面目にね、ジャンクを回収していくと、結構広いですね。あ、人は捕まっている。大丈夫か？入植者。スナイパーライフル入手しましたね。使えるかな？使えますね。コション、近い。近いけど撃つ。あっと、足だ。当たね。当たねが、横に動きながら、いいぞ。頭に針は、大ダメージ。いいの入ってる。もうちょい。とどめ。あ、ハンデ。おら、この野郎。よし、また。じゃあ、まずは、上のやつを倒すか。残り18発。あそこにいますが、あった。あいつはグールか？一体ならば、グールじゃなかった。ハゲ頭だった。デンジャー、しかし。うん。近い近い近い。近いけど。近いけど、頭狙える。いいぞ。おっと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 い。はい。63ダメージ。クリア。しかし2体か。どっちが強いんだ？大抵ボスはあまり強くないからな。こいつ、ああ！いきなり戦闘だ！逃げろ逃げろ！ああ！おら、火炎瓶！反射か？当たってないようだな。しかしこれならば、よく効くぞ。おら、ヘッドショット！あ、一体近い。こいつは強いぞ、ちょっと。おら、火炎瓶！これよく効くだろう。倒した。さすがに強い。最強火炎瓶だ。おら、効果打ち送る！やったー。ステルスアタックが効きましたね。これで目標達成か。とりあえずサバイバルテント。不要品を解体する。そして、スクラップボックス。コンクリート72まで溜まりましたね。
じゃあ本日は大体こんなとこですね。今回はフォールアウトファースト限定の新たなサバイバルテントでアイテムを回収しまくって、でその場で解体を繰り返すスカベンジャープレイを行ってみましたが、やはりフォールアウトはアイテムを拾ってなんぼのゲームですね。あわよくはね、ジャンクはね、もっといろいろな用途が加わってくれるとより楽しむことができそうですが、まあそれは今後に期待といったところでしょうか。サバイバル向けのね、モッドあたりが出てほしいものでもあります。で次回は今回拾ったジャンクを利用してアトミックショップのね、他の新たなキャンプアイテムを飾っていけたらと思います。というわけで今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。